にある。そこまでです。帝国カリビアン誕生。この剣で平和を切り開く。天宮さくら参ります。蒼天に咲く花より敵を撃て。剣さくら吹雪。傀儡騎兵の撃破を確認。さくら本当によくやったな。はい、私やりました。隊長さん、こっちも終わったぜ。帝都のみんなにも被害はなしだ。私たちもやればできるんですね。ちょっと自信がついちゃいました。みんな本当にお疲れ様。神山くんも初めてとは思えない良い式でしたわ。さあ戦いは終わりよ。雨宮さんたちも帝劇に戻ってきてちょうだい。魔限空間展開。分析してる。銀座大通りのカメラと接続回復しました。映像出ます。これは銀座大帝国劇場周辺に強い揚力でできた空間が発生しているようです。そして私たちはその中に取り込まれました。揚力でできた空間だって、この間にこんなことができるなんて。天剣ここにあり。
さくら、一人では危険だ。退却しろ。退却って、でもどこに。この空間から出る方法を見つけないと、先に進むしかありません。さくら、注意して戦うんだ。大丈夫か？霊力だってもう。心配無用です。まだ大丈夫。けどよ、お前一人じゃ。それでも私がこの空間から出る方法を探さなきゃ。なんだあの敵は。倒さなきゃ。さくら、もういい。撤退して上海歌劇団を待つんだ。いいえ、私は戦います。この胸に正義の火が灯っている限り。この傷つき兵は攻撃を盾で防ぐようです。さくら、後ろに回り込んで攻撃するんだ。了解。よくやったな、さくら。はい。さくら。まだです。まだやれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないため、そして何より私自身の夢のために。指一本でも動いている限り、私は絶対に諦めない。さくら、逃げろ。甲部を捨てて逃げるんだ。はぁ、
界歌劇団参上。助かった、よかった、さくら。何が助かったよ、やっぱり役に立たない連中ね。やっぱこんな程度か。帝国歌劇団とっとと解散しちまえよ。だぞこの野郎、解散なんてしません、絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。ちょっと待って、シャオロ。ああ、サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ち分かるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。上海歌劇団に？そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。私の夢は神宮寺さくらさんのいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。だからいけません。そうか、残念だ。交渉決裂だな。もういいだろユイ、あとは俺がやる。マリシテンはまだ生きていた。期間だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば体当たりで仕留められたかもしれない。いや、もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺はあの時本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように俺は折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ！あの時もここに来てからも同じだ。俺は逃げていた。仕方ないって言葉で全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちでさくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待なんでだ、なんでないんだよ。神山くん、その言葉を待っていたわ。え、正芸丸来ました。皆さん、びっちり間に合わせましたよ。お疲れ様。さすが B1 メカニックね、よくやってくれたわ。さあ神山くん、あなたの出番よ。お行きなさい。あれは
投資戦闘機無限、あなた専用の機体よ。量子戦闘機無限。神山君、あなたの中に芽生えたその思いを戦いにぶつけなさい。無限はそのための武器、必ずあなたの力になってくれますわ。了解。神山清十郎、量子戦闘機無限で出撃します。夢を見るのはいいけどな、けどその夢は叶わねえぜ。なぜならお前には夢を叶える力がねえからだ。お前の夢、俺が潰してやる。悪く思うな。何者だ。帝国歌劇団花組隊長、神山清十郎、手前。神山さん、ありがとうございます。さくら、俺の方こそありがとう。君のおかげで気づくことができたよ。え、何をですか。諦めない心の素晴らしさを、そしてその燃えるような美しさを、君が俺に教えてくれたんだ。神山さん、なんだか嬉しいです。俺は君がこんな姿になるまで立ち上がることができなかった。すまなかった。俺は本当にダメな隊長だ。いいえ、神山さんはダメなんかじゃないです。だって神山さんは私を助けに来てくれました。ちょっとかっこいいです。さくら、ありがとう。やるじゃねえか、神山清十郎。果ての駒か。喧嘩は一旦休憩だ。先にあいつらを片付けるぞ。俺たちは左をやる、右は任せたぜ。分かった。この先に強大な揚力反応があります。見つけたぞ、この空間を作り出したコーマだ。行きましょう神山隊長。コーマを倒してこの空間から出るんです。までの敵より数段でけえぜ。大丈夫なのか。無理ですよ、勝てるわけありません。無理をするな神山、俺たちが行くまで待ってろ。勝てるわけがない。確かにそうかもしれない。でも本当にそうなのか。今できる全てを尽くして立ち向かえない敵なのか。俺は全力を尽くす。そして俺たちの力を信じる。俺は絶対に諦めたりしない。自分に言い訳するのはもうたくさんだ。さくらが教えてくれたんだ、全力を尽くすことを。諦めない心。神山さん、私も神山さんを信じます。二人ならきっと勝てます。正気かよ。隊長、考え直してください。はあ、行くぞさくら。巨大コーマを撃破し、帝都の平和を守る。了解。そのコーマの弱点は頭部よ。
攻撃。闇を切り裂く神速の刃。さくらたちだけじゃ無理だよ。私たちが行くまで待ってて。さくら、本当に大丈夫なのかよ。巨大コーマを撃破、脱出する。了解。本当に全部倒しちゃったんですか。すっげーな、あの隊長。私もあんな風に戦えるかな。帝国過激団、少しは認めてやるぜ。なんだ、案外やるじゃない、あんたたち。ありがとう、なんとか勝つことができたよ。いい動きをしてたぜ。お前と戦うのが楽しみになってきた。じゃあな、過激団対戦で会おう。まだ私たちにはかなわないと思うけど。やりましたね、隊長。一時はどうなることかと思ったけどな。びっくりしました、私たちの隊長がこんなに強いなんて。神山さんは昔から強いんです。お前が威張ってどうすんだよ。でも良かったです、これで解散しなくて済みそうですね。そうだな、楽観はできないけど、いや大丈夫、帝撃は、帝都は俺たちが守る。そうだよな、みんな。はい、どうぞ。もちろんです。よし、それじゃそろそろ戻ろうか。待ってください、仙人さん。戦いに勝利した時の花組の伝統、ご存知ないですか。花組の伝統、なんだいそれ。こうするんです。いつだって帝国歌劇団はとってもかっこいいんです。せーの、勝利のポーズ決め。やっぱり魔幻空間。はい、姿は確認できませんでしたが、間違いなく上級コーマの仕業です。上級コーマ、おかしいわね、それほどのコーマが帝都に現れるなんて。桜にロマンの嵐。隊長さん、私お願いがあるんです。